ただの工業高校の日常。ただの工業高校はその名の通りごくごく普通の工業高校である。かっちゃんが電工ナイフ持つとは割とシャレになんねえな。ああ、なんだこら、剥ぎ取られてえのか。何を、身ぐるみを。ケーブルの被覆に決まってんだろうが、俺の技術使えるぜ。こいつマジで使えねえナイフもまともに扱えねえとか舐めてんのか、やっちん。刃物なんて基本中の基本だろうが、俺らの前でやってみろ。あ、バカお前、新鮮に傷つけんじゃねえよ。力加減がわかんねえんだよ。そんな力入れすぎると怪我するぞ。今日も真面目にやっている。ペンチならいけんだけどな。刃物で怪我するとシャレになんねえぞ。そんなヤバい経験あんのかよ。ある。うぃ、見ろ、俺の手を。かつて刃物で折った傷だ。なんだ、喧嘩か。前から気にはなってたけど。これは数年前、図工で彫刻刀を滑らせざっくりいったやつだ。15針塗った。自爆じゃねえか。お前は俺と同じ道をたどるんじゃねえ。教えてやるよ、正しい電工ナイフの使い方ってもん。師匠、付き合ってらんねえな。これらはただ工でよく見かける風景のほんの一例に過ぎない。よっしゃ、かっちゃん、やっちん、締めるぜ。ただの工業高校の日常第4巻絶好調発売中。お疲れ。いや、緊張した。ナナ、これからカラオケ行って打ち上げしようよ。んなことよりこれの出演料今日中に出んだよな。いや、俺のカリスマ性やっぱ半端ねえな。待てよ、これきっかけでいきなり映画主演のオファーとかありえるんじゃねえか。やべ、今からサインの練習して。集英社。